小教理問答書は全世界のルター派教会の信仰の基準である。農民戦争のため荒れ廃れた教会を再建するためにフリードリヒ3世、ザクセン選定公の命によって1526年から1529年にわたって改革者たちは数回その領土内の宗教状態を巡視した。その当時地方民ばかりか牧師たちまでが無知無能であり、主の祈り、十回、主と信条さえ唱えることができないありさまを見た、マルティン・ルターは悲嘆し、極めて平易な言葉で、キリスト教の要点を書きこうにしなければならないと感じた。巡視旅行から帰ったルターは、直ちに筆を取り二つの教理問答書を書き上げた。その一つは、牧師たちのための大教理問答書であり、他は一家の主人がその家族に教えるための小教理問答書である。本書が出版されたのは1529年5月16日であり、以来400数十年の間キリスト教の優れた手引きとして宗教教育のため、一般伝道のために各国で広く用いられている。日本語訳としては、1951年に全ルーテル協議会が結成され、文書委員が設けられ1951年12月20日に日本語訳小教理問答書第1版が発刊され、以後幾度かの版が発行された。2014年、日本福音ルーテル教会は2017年の宗教改革500年事業の一環として、ルーテル学院大学ルター研究所が新たに翻訳したエンキリディオン小教理問答を宗教改革記念日の10月31日付で発行した。小教理問答書は大きくは3部からなる。ありがとうございます。